このまま松本さんが助けの手を出さなければ終わると思います。父さん。はい。今日はなんか並んでますが、これは何ですか？うん、ね。これはね、皆さん、だるまでございます。はい。何のだるま？ね。沖縄にだるまの文化ってあんまないじゃん。ない、確かに。ないんですよ。もう最近絵とか描いたりとかするんで、絵付けとかそういうのもだんだん好きになってきたから、うん、とうとうここに手を出したんです。だるまに。だるま興味があったの。なんかこれ身代わりとか、そういう悪いものを持ってってくれるとかっていう話を聞いてたりとか、うん、あともともとインドのね、方から伝わってるっていうのも、ああそれは知ってたんで、どうなんだろうと思ってこれを描きたかったんですよ、うん、でこれ実は高崎だるまをモチーフにして僕描いたんですね、うん、片目に自分の願いとか思いとか、うん、あとはこういう仕事を達成させたいですとかっていうことを考えながら片目入れて置いとくと願掛けできるっていうものなんですよ、うん、で他のそのいわゆるだるまと違うのは後ろの方にこうやっていわゆる生き霊返しのいわゆる梵字を僕が入れてて、別にビジネスじゃないんですけど売ってます。まあ冗談だけど欲しいって人がいたらものすごい安い値段でね皆さんの手元に行くようにしようかなと思って書いてます。まあそういう、まあ、趣味ですね。うん、あともう一個ねこれにも手出したんですよ。招き猫、招き猫に手を出した。本当はこれ白にしてて耳の色をつけて。メモってなってたんですよ。可愛らしい感じにね、うん、けど実は目を描いてる時に、左目が腫れてしまってものすごく腫れちゃんね描きながらそうそう、うん、あ腫れてたでしょ、うん、どんどん腫れてってしまってうわこれやばいことになった仕事ができないと思っててどうしようと思ってる時にまあって目をまた消したんですよ。そしたら治っちゃったんですその場で。え？だから薬師のそういうなんていうのかパワーがこういう形で、まあ、別に猫に限らなかったと思うんですけどやるとねできたのかなみたいなちょっと研究しようかなと思って、はい、まあ、今日はこの子も一緒にすごいそうですね。さあ今日はどんな話題でいく？あそういえば、うん、なんか少し前にこう、はい、SNS とかで、うん、話題になったと思うんだけど中田敦彦さん、あちゃん、はい、あれはどうしたんですか、はい、ね。要はあっちゃんがその松本人志さんに対して、うん、まあ M1 とかいろいろお笑い系の、うん、まあいわゆるコンテストっていうかいわゆる賞レースのね、うん、松本さんってあれなんですよ審査委員長とか結構やってるので、うんうん、松本さんがそういうふうに審査委員長にいるってことはお笑いの質が全部松本さんを超えないんじゃないかと、うん、でそういうことをしてるといつまでもその松本さんがいることによってお笑い界って変わんないんじゃないの、うん、っていうようなことを、まあ、苦言として呈したんですよ、うん、まあ本人曰く意見、うん、ねって言ったんですけども、まあ、それに対して、まあ、いわゆる一番はテレビ業界お笑い業界がバーッと凍りついちゃった。うーんなぜかっていうと、まあ、松本さんの性格上、まあ、後輩じゃないですか一応中田さんはねあっちゃんは、まあ、面識もあって仲いいと思うんですけども、まあ、同じ吉本なんでね元々はただそれがそういうふうに強く言われたことによって、うん、ほんならやめるわっていうふうに全部の番組を降りてしまったらどうしようって一瞬みんな思ったんですよ、うん、その YouTube で動画が出たんですけどもね、はい、そしたら松本さんの方からまあ、ツイッターで、まあ、あっちゃん、もう、そんなんいいから、飯でも食おうや。そんなん動画とかで話す必要ないやろ二人で会おうっていう話になった。おぉ、丸く収まったわけですね。そう。で、みんな一瞬、はぁーって収まったんだけども、うん、まあ、当然、その、あっちゃんよりも先輩たちとか、同年の人とかね、もう皆さんが、もう、怒り心頭になったお笑いの方々がね、それで今、物議を醸し出して。でそこで、まあ、藤森さんの方は東京にいますから、まあ、相方の藤森慎吾君の方にいろいろと連絡が来て、藤森さんからすると、あっちゃんやめろよ、お前っていう感じで、最初藤森君の方からあっちゃんに対して、はい、あっちゃんへってやったんですよ。お前やってくれたなと。やらかしたなと。で今度はシンガポールといわゆるその日本を繋いで、二人で動画を作ったんですけども、その時点でも、まあ、あっちゃんからすれば反省をしてないし、うん、別にいいことしたやんかと。これは、みんなの話し合いの場を作ったからいいんじゃないのみたいな。うん、俺ら中は解散しないよねみたいな。そういう話になったっていう事件。うん、事件っていうか、まあ、出来事だった。出来事だったんですね。なるほど。まあ、だから、
ここまで話を聞いたら、ちょっと綾音さんも翔子さんも気がつくと思うけど、うん、同じようなことした人がいましたよね。海外から、暴露じゃないけど、いろいろなことを言った人、うん、ね。まあ、ガーシーさんがそういうふうな形で、まあ、最終的には、まあ、今ね、ちょっと逮捕という形になって、今、容疑者になってますけれども、今の段階でも容疑者かな、わかんないけども、うん、このあっちゃんの動画が出るまでは逮捕されてなかったんです、実は。あ、そう。で、おそらく撮影の準備してる時も逮捕されてなかったと思います。うん、で、動画が出た後に逮捕になったのかな、うん、その近辺だったと思うんですけど、タイミング悪くて、うん、おそらくあっちゃんの中では、海外でそういうふうに発言しても、うん、大丈夫だ。っていう感覚はあったかもしれないですね。そこなんだ。あとやっぱり彼の性格上っていうのは、僕ね、あの中田敦彦さんも藤森君も一緒に仕事をしてるんですね。日本放送で仕事をしてたので、だからお二人よく知ってるんですけども、二人の性格もよく分かってるんですよ。あっちゃんどちらかというとやっぱ逆張りといって、世の中がこう言ってたら俺はこう行くぜっていう風にやる癖あるんですよ。霊的に言うと、天の弱です。ついてる後ろの人たちは。だからまあ藤本さんはどちらかというと、まあ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 穏便に行きましょうよ、楽しく行こう、みんなで仲良くやろうよ、みんなでお笑いもらえればいいじゃんっていうところに対して、あっちゃんはお前は甘いっていう風に言いながら自分の立場を作っていくっていうパターンですね。ただ今からそうだね、12、3年前のオリラジの時のキャラクターで言うと、14、5年前か、うん、ので言うと、慎吾さんは今のような感じではなくて、うん、藤森さんの方が荒かった。それは後ろについてるものが変わったの？変わったんだと思います。藤森さんもすごく苦労して、うん、で、チャラ男でまた名前が出てきて、うんうん、まあ、その後に、まあ、また、あっちゃんと二人少し音楽でね、うん、あの出てったりとかして、で YouTube の世界に入っていって、うん、カジサクさんとか、うん、そういう一つを組むことによって、柔らかさというか、うまくやっていく技みたいなのを覚えて、自分のどちらかというと気性の激しいところを抑えることによって、多面的な藤森慎吾の良さが出てると思うんですよ。あっちゃんはね、良くも悪くも変わってないと思います。そうなんですね。正しかったのかってなった時に、うん、いろんな人がいろんな動画上げてるんですよ。そのお笑いの先輩たちも、特に香港さんとかね、怒ってる人もいるし、うん、まあ、大概の人はみんな怒ってますよ。関西のね、あの、大御所のあの女性のあの方も怒ってますし、ただ、僕としては、皆さんの動画は全部は見てないですが、僕が感じる今回のことに関しては、あっちゃん滑ったなって感じはしてます。というのは、あっちゃんの考え方としてですよ、おそらく自分がそういうことを言った、基本的に怒る人がいる、うん、でも怒ってる人たちが出始めてきて収まった頃に、でも中田も結局言ってことは合ってんじゃないのっていう意見が出るのを待ってるんだと思うんですよ。屋敷王がいて、その次にビッグスリーがいて、そしてその後ダウンタウン松本さんたちが出てきて、その人は育ってないじゃん。そしたら逆にいつまでも松本さんが今の形で業界に君臨していたらダメじゃんと。新助さんが M1 作ったかもしれないけども、そういう新助さんから引き継いで M1 をね、今やってるじゃないですか、松本さんが。そっからいつまでも変わらないんだったらお笑い界変わんないよね。だからみんなもそろそろおかしいと思ったでしょ。僕が最初に生贄になって言ったけど、これはみんなが本当は怒ると思ってたことじゃないのっていう、その皆さんの真相心理の部分に触ったつもりでいるんですよ。なるほどね。ただ、彼分かってないのは、うん、じゃあ、ダウンタウンの次にどのお笑いが来るんですかってことについてです。いますか？だいぶ差があると思いますよ。うん、まあ、サンドウィッチマンもそうだし、いろんな人たちいますよね。で、確かに皆さん面白いですけども、だいぶ差がある。その何かというと、実はお笑いの人が出てきたのではなくて、テレビ的なお笑い、つまりアイコンが出来上がって、そのアイコンに向かっていくっていう、その皆さんの図式、テレビで言うとドリフターズいつも見てたよね、ひょうきん族見てるよね、この人のお笑いいつも見るよねっていうのが、まあ視聴率は別にしても、みんなビートたけし知ってるよとか、いやいやダウンタウン面白いよねとか、うっちゃんなんちゃんいいよねとか、ナイナイいいよねとかっていう時代が終わって、今は SNS なので、基本的に好きなものが好きな人が好きなものを見るっていう時代になってきてるから、
おそらくテレビ的なアイコンの最後の人たち、松本さんって。僕はそう思ってる。だから、松本さんが降りた時に、次誰も出れないんですよ。いや、例えば違う誰かが M1 でも違う審査員をした時に、果たして見ますかっていうことなんですよ。それをみんな言いたいわけですよ。分かってないと。まだそんな引きずり下ろせるような人じゃないし、うん、彼がいなくなったらお笑い界自体ダメになっちゃうでしょっていう怒りなんですよ。シンガポールにからはいるので、うん、まあ、肌感覚としてね、もしかしたら今のテレビ業界が分かってないのかなっていうのもあるし、まあ、彼からすると、なんだろうな、俺はこんなに才能があるのに、うん、なかなか認めてもらえない。だけど、面白くないけど、人気出るのがいるじゃんと。それが気に入らないと。いつかひっくり返してやるぜっていうところの、たまりにたまった鬱憤が、運の悪いところで出ちゃったかなっていう感じです。なるほど。本人の運勢的には、あ、悪くないです。どんな感じなの？あ、悪くはない。悪くないんだけど、まあ今 YouTuber としてから成功しているしね、うん、年間数億と稼いでいるので、うん、本人は心配ないと思ってやってるんですけども、それはビジネスマンとしてやるんですか？それともあなたがもともと好きなお笑い、表現者、エンターテインメントとしてやるんですかって考えた時には、まあ今は知識系のいわゆる YouTuber、お笑いの人が、お話が上手な人が知識系の YouTuber として成功してますけど、それがもうお笑いの部分から完全に断絶されたら、お笑い系の人がやってる知識系はできなくなっちゃうね。本当の知識系に行っちゃうので、そうなった時にあっちゃん大丈夫ですかってなりますよ。今の段階で彼が多分日本に戻ってきて謝罪をしたとしても、もう吉本関係は全部ダメだと思います。出れないと思います。そのぐらいちょっと大きな風穴開けちゃったかなっていう感じもするし、藤森くんも、これ以上あっちゃんがいると、もしかしたら俺たちちょっと、活動をやめようっていうふうに言わざるを得なくなると思うんですよ。吉本が出てますが、でもそうは言っても彼はすごく忖度するので、いろんな人間関係をちゃんとやろうとするはずなので、こんなに相方が わけわからないことやってんのに何も言えないのかよっていうところは、面目ないっていう話になると思うので、あんだけ言ったんだけども聞かなかったからっていうところで、ちょっと引かざるを得ないかな。だから、どこであっちゃんがこの後始末をするのかなっていうところだし、まあ、松本さんも上手だなと思ったのは、そこで同じ土俵に上がって喧嘩しなかったっていうのはやはりすごいしね。逆には、松本さん降りてくれたんだ、ありがとう松本さんっていうような同情票を集めるのもうまかったなっていう感じします。僕はダウンタウンも一緒に番組に出てるので、松本さんの性格とかね、出てる背後例とか、僕の一番のやっぱり、メリットというのは、一回二回会っただけでも、その人たちの背後に見れるので、わかるんですが、松本さんだいぶ変わってるんですよ、実は。春さんが会った時ってことですか？多分数倍変わってますよ。僕も2009年ぐらいに仕事したんですけども、その時よりも松本さんの背後霊って巨大になってます。ついてる霊も大きくなってるし、お笑いをやってるにはもったいないぐらいの知識人みたいになってます。だから、まあそういう意味では、今の松本さんからすると、まああっちゃんがやってることは、なんでまたこんなんだけど、追い足してっていうレベルだと思うし、おそらく、これは僕の予言じゃないんですけど、松本さんが、あっちゃんもいいから、あっちゃんの討論番組聞いてあげるよ、やってあげるよと、俺聞いてあげるわっていうふうにしてくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。このまま松本さんが、助けの手を出さなければ終わると思います。あ、中田さんが終わるってことですね。東京でもちょっと厳しいかな。まあ大阪行かない方がいいと思いますよ。相当みんな怒らせていると思うので、なるべくは、ちょっと今静かにして、ちょっと動画のどこかで言い過ぎましたみたいなことを言って、松本さんごめんなさいみたいな一個出すと、松本さんもなんだ、謝んなくてもええやんと。もう同じ仲間やんかと。ちょっと飯でも食おう。でも、それで君がね、納得いかないんだったら、ちょっとした動画一緒にコラボしようか、みたいな感じで、松本さんが YouTube をやってくれと、いうふうにすると、またそれはお互いにね、メリットになる。まあ、そういうふうに考えきるのが今の松本さんだと僕は思うんですよ。そういうふうにね、収めてくれるといいと思います。で、このようなね、皆さん、事柄からもわかるように、今の日本って、
やはり忖度社会なんです、どこまで行っても。で、逆張りしたい人多いじゃないですか。特に若い人たちなんかでも、なんでこんなのいちいち忖度するの、いちいち空気読むの、みんな右へ習いなの、そんなの逆に行った方が得するじゃん、と思ってる人は多いと思うんですよ。ダメですよ、日本では。日本はね、それをしなかったから、実はうまくいってきた国なんですよ。それを、まあ、僕の意見というよりは、中田敦彦さんの今回のこの騒ぎを通して、皆さん行く末を見ながら、まあ、結構彼は頭がいいから、用意周到で始めたんだけども、絶対通じないので、これは。そういうのを見ながら、あ、こういうことしたらこうなるんだなっていうふうに自分の方に置き換えてもらって、見ていただくと、まあ、あっちゃんがやったことも、マイナスじゃないっていうか、それなりにやはり、あっちゃんみんなのためにメッセージ送ってくれてよかったねっていうふうになるんではないかなっていうふうに僕は思っています。